では残月のプレイ続きやっていきましょう。これ前回この上の方で8ビットのところ行けないとか言ってたけど、どうもちゃんと壁が壊せていたように見えました。それを今なんでこれ最後まで戻される、それを見せようかなとか思ったんだけど、すまんこれ使うか。どうしてもやり直すと一旦ゲームを終えてやるとこのモードが変わってしまうんで、そしてこの方向も敵倒して、ここでねこれ壊れてたの気づかなかったんで行くことはできるか。でも8ビットのところ行けそうなんだけど、ちょっと待ってくれ、本気で行ってんの本気で行ってんのこれ。よく作るなこういうの。しかもこのモードも反映されてるね。でも最後のボス結構辛かったような気がしたんだけど、ここ、あれこれアイテム出ない、ちょっと振りが遅いような気がする。全然攻撃が当たらない。今の敵が確か大量に出てくるパターンもあったように記憶してるけど、これ使わないとダメか。倒せないんだけど、硬いのかな、ひょっとしたら。これやるのはいいんだけど MP 限りがあるから、あ、負けるパターンのような気がする。もしくはここら辺戦わずに行くか。そりゃそうだよな。初心者か俺はこんな火のところ入るなんて。あ、これ下から倒せるね。バックステップ使えって話だよね。バックステップ忘れちゃうんでね、これやってバックステップ、これやってバックステップ、それで問題は解決していた。うん、レベルアップ。うわ、帰りたいな。これ帰れないんだっけかな、怖いんでね。これでいくか。一番下まで降りてしまった。大丈夫か、当たんないか。さて届くか。台切りが結構今は活用できてるかのような。ダメか、倒されそうなんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これどうにもなってない。もうとっととボス行こう、ボス行ってどうせなら倒されたい。まだちょっと早いかなって気がする、レベル帯的に。どういう動きするか分かんないんでね、これ結構あるか、頭だっけかな、頭だけか。あっさり倒された。受けるダメージも大きかったのでまだ早いような気がします。まあ、いずれにしろあそこはいけるということで、実際にクリア目指すかどうか分かりませんけれども、じゃあ別の場所行きましょうか。うーん、このまま右側行くか。決心ベッチ。さて、たまには違うモード。あっと、長者の、まあここら辺も普通に動く。これまた倒されるパターンじゃない？ガード。なんだ、もう一回か。あれか、どういうこと？攻撃来るんじゃない？倒そうと思えば多分倒せると思うんだけど、そこまで難しくないようには思う。うん、当たってる、全然かわせてはない。
あ、これ当たったらダメなのか。当たるダメージそこまで大きくないんでね。あ、このタイミングでもダメージ与えられてる。いやいや、そっち側に逃げてもらいたくなかったんだけど。あー、そうだ、当たったらダメなんだ。いや、ここもまだ早いかな。いろいろ敵と出会うんだけれども倒せるような状況になってないとなると、今は右側行ってしまってダメだったので、ここ一旦下がりましょうか。ちゃんと切り替えて、決心メッチ。こっち側行きましょう。OD どの辺りだっけかな。 OD もどこかに、まあ、いるのか、もしくはボスとしては出てくる可能性が高いんでね。まあ、これその前に左側からまた下行って、いや違う、今回復ポイントか。あそこは回復ポイントだね。この方向さらに行きましょう。一旦セーブポイントもあるんで、そこでセーブやって。だがどうなんだろう、この方向合ってるか。マップを見ると、まあ、右側抜けられそうな場所があるので、ああ、食らった。そこを目指しましょうか。この方向と思ったけど何もないとなると、下の方か。下の方にもまだ行けそうな場所があるんで、この辺り、さらに下、この左側から下だよね。ちょっと見えてなかったが、これ移動させるやつじゃなかったっけかな。ここから下行ける。確かあそこに椅子があって、座るとこの敵から疲れるっていうのがあったような気がするけどな。そこら辺はなくなってるんでしょう。これ下行けになってる。先に回復ポイント探したいけど、うん、下特段落下ないか。あれ、この辺りなかったっけかな、回復。まずは安全を確保したい。とりあえずこっち側行こうと思ったけど、あ、 OD いないわ。なるほどね。でも OD のそばに確かワーフポイントと回復ポイントなかったっけかな。うん、これさらになんか敵いそうな場所なんだけど、うん、あったね。では行きましょうか。これはどうだったかな、そこまで難しくなかったようにも記憶してるけど、出るダメージも高がしてくるんで多分問題ないでしょう。空中戦あっさり倒すことができてるよね。さて、特段この辺りに何かあるというわけでもなく戻りましょう。またセーブやってから進みます。では再び行きますが、今度は上か。でこれ右側からさらに上の場所目指せるんじゃないかと思うけど、こここれは反対側に行けるってだけか。
で、だがここは行けないんでね、自らはあまり意味がなかった。先に上の方見てから。で、これは右側行けないのか。多分手段はないはず。で、ワープポイントも発見。となるとどこか落下できる場所があるので、この辺り。うん、パスで倒せた。あるね。今ちょうど壁が壊れてくれたから分かったけど、そうでなければ気がつかなかったかな。あれ、下行けない？右か左か。いや、いかにも動きそうなんだけど、動かないんだけど。あー、特段何もないか。どこを目指してるんだかがわからないから、どうしていいかがわかんないね。ここは違う。これ別エリアに行ってしまうのかな。休息是式総理の塔どうするかな。ここ行くか、もうちょっと左側探索やりましょうか。休息是式。うん、でも今ほとんどダメージ食らってないようにも見えたんで、あれか、これスライディングの方が早いのかな。敵も倒せるしで。まあ特段こっちが来たけど何もないのと、そもそも向こう側は、あ、いや通れるぞこれ。だが何もない。じゃあ他は行ってあるので、こっちが行きましょうか。塔のところに。多分ここセーブだと思う。うん、セーブしときます。さて、休息是式。ここ今の場所は下に降りられそうだった。まず右側。あ、上行くか先。敵の強さまだそこまで強くないんでね、こう行くわけにはいかない。今上にトゲがあったんで。うわー、どうなんだろうな。ここら辺行くべきなのか、必要性があるのかどうかでね。あー、しかもポイズン食らってる。だがステータスアップはありそうな気がする。ここら辺探すのは楽そうだけどね。全部丁寧にミニアムではやってったけど、変なのがやってきてる。今のところアイテムが見つかってるわけではない。ずいぶんいるね。もう毒で多分半分ぐらい削られたんで、結構辛いんだよね、毒のダメージ。
足んない。倒しましょうか。うわ、逃れていく。なんかビヨーンってなんか見ちゃいけないものが見えたような気がしたけど。さて、さあ肉だけでいいのかどうかが分かんない。中にまた入れるようになるんだけど、ここら辺もアイテムあったような気がしたけど今なかったもんね。こっか上か。左が、うん、ワープポイント。どうするかな、回復のために戻るってもあるんだけど、まあでもどこかあるでしょう。うん、扉開けて、ここも下行けるけど、まず右側だが特段何もない。おお、なんか急に落下した。うん、多分上は何もないと思うけど一応見ときましょうかと思ったけど埋めらんない。うん、回復やっときます。さて、進んではいるんだよね、かなりね。だがこの進み具合がいいのかがわからない。さらに下か。ここに来る必要性があるかどうかの問題も出てくるんで、多分これ反転すると、上下逆さまにするとね、あ、これか、これでいけってことか。あ、でもここじゃなかったか。もう一個同じような場所があるんで、ね、これ左側か。ここでね、そうなるとこの技をやっぱ連続で使うのは前提だったのかな、これを使うこと。あ、上行けない。多分反転した先に宝箱があるはずなんだけど、うん、行けなかったね。かといってここからまっすぐ行くってことでもないと思う。あー、倒せないね今の。多分これさっき来たところだもんね。マッピングも同じような感じになっている。あ、通れない。ここも通れない。この塔でやることあるか、あー、そこが分かんないんでね、ないような気もするし。で、あー、でもなんかあるぞ、多く回り込むか。 MP 限りがあるからあんまり使うわけにもいかないけど、でもこの辺り、ま、あ、違う、下だ。MP 回復、後ろに回り込んで、ここは来た場所だけれども角度変えて移動はできそう。あーんだが必要ないのかな、この辺りは。さらに右も行けそうになかったしで、この辺りから下降りるか、それともだよね。
ちょっと上さらに登ってみましょう。いや、受けてなかった。通り過ぎてしまったぞ。ここで上でね。打つけぐ。ここで降りてもいいけど、もう一個上行きましょう。うん、マップ埋め完了。休息図式。休息図式。休息図式。さて、ここ降りて、これ左、ちょっとこの辺りも埋めて、まあ特段何かがあるわけではない。危ない。ここ下行って、この辺りでも下行ける。ちょっと回復だけやってきます。さらに下、普段何かあるようには見えない。あったない。あ、ボス戦かな。違うね。いや、ボス戦だな、この先だよね、ケルベロス。今挟まれた。どうすりゃいいのかな。受けるダメージもそこまででもないんで、強引に行ってしまってもいいような気がする。攻撃しながら、今回は氷じゃない方がいいのかな。うん、結構ダメージ与えてるように見える。だからダメージも食らってるんで、あまりいい状況だとは思わない。そして結構硬いんじゃないか、これ下の方に降りてるから。どうだったっけかな、一番下まで行けば勝手に倒されるとか、そんな気づかないよね。食らってる。うん、見られた。うん、やった。いや、倒したからか。大丈夫かな、ゲームオーバーとかなってなければいいけど。うん、多分大丈夫のはず。ここはもう来た場所なので、でこっち側も一応色を塗れるけれども、ダメだ、 MP がなくなった。これ MP は止まっていたら早く回復するとかはないのか。じゃあ多分目的達成したと思うんで戻りましょう。大体真ん中あたりまで。ここではない。まあここでもいいけどね。次のこの場所降りましょうか。雷は雷でやっぱ使いやすいな。こういうような戦い方もできるんで。では今回はここまでにしたいと思います。どうなんだろうな、今マップは 39%。 左上行かずに右下の方のボスのエリア向かっていくってでもあるけど、まあ、そこら辺も含めてまた次回以降やっていきたいと思います。続き興味ありましたらまた次回もご覧ください。ではでは。